ハーシーとチェイスの実験。ハーシーとチェイスの実験は、1952年にアルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスによって行われた一連の実験である。1944年のによって最初に実証されたデオキシリボカックが遺伝物質であることを裏付けた。1869年以来 d n a の存在こそ、生物学者の間でよく知られていたが、当時はその大多数が、 遺伝情報の担い手となる物質は、タンパク質であろうと考えていた。ハーシーとチェイスは、T にファージを用いた。このウイルスは、大腸菌に寄生し、内部で増殖すると細菌を崩壊させて、外に出て、また新たな細菌に感染する。ファージはほぼ核酸とタンパク質のみからできている。彼らはこのどちらかが、遺伝子であると考え、それぞれの振る舞いを追跡した。 そのための目印として放射性同位体を利用した。彼らは放射性同位体であるリン32、リンは DNA 中には存在するが、タンパク質には含まれないで、ファージの DNA を、ヨウ35、ヨウはタンパク質中には存在するが、DNA には含まれないで、タンパク質をラベルした。このように放射性同位体によってラベルされた物質を、放射性トレーサーと呼ぶ。 具体的には、リン32の場合であれば、まず大腸菌用培地の成分中のリンを放射性、同位体としたものを用意し、この培地で、大腸菌を培養し増殖させる。これによってその体を構成するリンは全て放射性、同位体である、大腸菌ができる。次にこの大腸菌にファージを感染させると、増殖したファージに含まれるリンは放射性同位体から、なるものとな このようにしてラベルされたファージを通常の放射性同位体によってラベルされていない大腸菌に感染させ、感染した細胞をミキサーで攪拌し、遠心器で2つの角分に分けると、一方からはタンパク質からなるファージの空の外角が得られ、もう一方からはファージに感染した大腸菌の細胞が得られる。ここで放射性トレーサーがどちらに見出せるかを調べた。 実験の結果、リン32でラベルした場合は、放射性トレーサーが、大腸菌の細胞からのみ検出され、タンパク質の外殻からは検出されなかった。一方で、イオウ35でラベルした場合は、放射性トレーサーが、タンパク質の外殻から検出され、感染した、大腸菌からは検出されなかった。しかも、感染直後に外角を取り分けた場合にも、大腸菌の内部で、 ファージの増殖が滞りなく進むことも確認された。それによって、バクテリアに感染する遺伝物質は DNA であることが裏付けられ。当時ウイルスは、電子顕微鏡によってようやくその形を確認できるようになった段階だった。ファージの場合、下に示されている細部の構造はまだ知られておらず、単に頭部と尾部に分かれていることが明らかになっていったに過ぎない。 またウイルスの増殖の仕組みは全く分かっていなかった。細胞培養も未発達であったことから生きた細胞内でしか増殖しないウイルスの研究は困難であった。そのため体細胞よりもはるかに培養しやすい細菌を宿主とするウイルスであるファージが検体症モデル生物として重視され始めていた。T2 ファージの場合。 感染後わずか数十分で100個ものウイルス粒子が出現し、これは一般の微生物の増殖に比べてかなり早い。この間の経過については、主として以下の2つの説があった。またファージの侵入後、一定時間は有効なファージ粒子が細胞内に存在しない、時間、暗黒期があり、この理由も謎であった。 この実験の以前にもファージに放射性同位体でマークして追跡する実験はあった。その結果ファージの構成物質のほとんどが大腸菌由来であることが判明しており、これは触媒説を指示するとの見方があった。ハーシーとチェイスの実験はこれをより詳細に物質ごとに分けて追跡したものである。この実験によって宿主細胞内に侵入するのは DNA のみであることが判明し、これによってファージの遺伝子が拡散であることが明らかになった。外核は決して細菌細胞内に入らず、ウイルスの増殖にも無関係であることが実験結果からわかる。これはウイルスの増殖のあり方を知る重要な一歩であった。現在ではファージの構造は頭部に収められている遺伝物質とそれを包む。 タンパク質の外核のみで構成されており、外核がバクテリアの外膜に取り付いて自身の遺伝物質を注入することでバクテアに感染し空になった外核をバクテリアの外に残すことや侵入した遺伝物質がバクテリアの遺伝子複製機構、転写機構、タンパク質生産機構を利用してファージを生産させることがわかっている。より一般的には この実験は遺伝子の実体が DNA であることを直接に示した最初の例でもあった。現在ではウイルスは生物ではないとする立場もあるため厳密には遺伝子とは言えない場合もある。ただし当時はウイルスは未知の微生物とされていたので問題視されなかった。先行する例としてアベリーとマクラウゾとマッカーティの実験があるがこれは直接に遺伝子であることを確認したのではなく それが遺伝子であろうと推測はされていた形質転換の原因物資を特定したに過ぎない。この実験は DNA が実際に遺伝子として振る舞うことを確認した点で重要である。1969年にハーシーはウイルスの複製機構と遺伝的構造に関する発見の功績からノーベル生理学・医学賞を共同受賞した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。